どうだ、ティオ。悪い予感が的中です。時、空、幻、上位三属性が働いています。塔や総員と同じですね。そう、やっぱり。どうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。ここからの目測だと深さ500アージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティオ、どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、共和国の西端にあったっていう連中の拠点のことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉を見立てて建造されたんだと思います。エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。最低の連中ね。はっ、道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているあの子のためにも。その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやれ。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん、たく熱血野郎と言いたいところだが、ま、今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。よし、それじゃ行こう。クロスベル警察特務支援課所属ロイド・バニングス以下4名、これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。
ここは？そっか、おじさんたちに挨拶して荷物を送ってから列車に乗って、それであなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、ちょっと寝不足だっただけで。なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが？凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃありがたく。ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちもやっぱりクロスベル出身？もう共和国方面を旅行してちょうど戻ってきたところじゃよ。しかしそういうことなら今のクロスベルを見たら驚くかもしれんな。そうですね、ここ 2,3 年で街並みも結構変わってしまって。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロスベル市を通り過ぎたんだけど、ずいぶん背の高い建物が建つようになったみたいだね。もともとクロスベルは大陸有数の貿易都市の一つじゃ。金融業も発達していたため、諸外国から皆が集まりやすい傾向にあったのじゃが、一昨年の不戦条約以来その流れが加速したようでな。莫大なミラの投資対象としてデパートやらオフィスビルやらが次々と建てられているのじゃよ。いろいろ便利になったのはいいけれど、少し目まぐるしくなったわね。誰もがみんな時間とミラ儲けに追われるようになったというか。あら、ごめんなさいね、せっかく帰ってきてくれたのに。悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないでよ。手紙でいろいろと聞いているし、それにどんなに変わったとしてもクロスベルはクロスベルだから。そう、若いのに分かっとるな。それに引き換え最近の政治家どもと来たら、やれ帝国派だのやれ共和国派だの、利権争いばかり繰り広げおって、もはや信頼できるのは幕平首相しかおらんわい。おじいさん、おじいさん。ごめんなさいね、この人と来たら政治の話になるともう我を忘れてしまって。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズは取り寄せていたんだけど、
実際に話を聞いてみないと本当のところはわからないから。おお、お前さんもクロスベルタイムスの愛読者か。多少ミーハーなところもあるが、なかなかいい記事を書く雑誌じゃろ。もう少し自治州行政の問題点に突っ込んでほしいところじゃが。なるほど、やっぱりいろいろあるみたいだね。リベール、レミフェリア各方面への定期飛行船をご利用のお客様はお乗り換えください。なお、大陸鉄道公社規約に基づき、当列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エレボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上、臨検官への提出をお願いいたします。到着のようじゃな。帝国軍人の顔など見たくもないし、とっとと支度をするとしようか。そうだね。あれから3年か。セシルネートは何度か動力通信で話してるけど。兄貴、セシルね、俺やっと帰ってきたよ。クロスベルにみんなで過ごしたあの、随分様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。あれ、そっちの建物は？去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。最新の動力製品から動力車まで扱っておる店舗でな。
帝国製、共和国製、リベール製、エプスタイン製、すべて扱っておるぞ。はあ、大したもんだね。それに結構車も増えたみたいだ。3年前はほとんど見かけなかったんだけど。お金持ちにしか縁がないものだとは思うけど、動力バスの本数が増えたのは正直ありがたいわね。南にある病院方面なんか30分ごとに走っているのよ。へえ、それは便利になったね。そうか、3年でそこまで変わったんだ。さてと、ここまででいいぞ。就職先に顔を出すんじゃろ。せっかくだから家まで運ばせてもらおうと思ったけど。あらあら、ダメですよ。せっかくの初出勤、遅刻でもしたらどうするの。さあさあ、何事も始めが肝心じゃ。確かにそうだね。しかし戻ってきたばかりで住むあてはあるのかね。東通りでよければ下宿先は紹介できると思うが。ああ、気持ちはありがたいけど、寮が用意されているらしいんだ。送った荷物もそちらに届いているはずだよ。ははあ、そうじゃったか。私たちは東通りの外れの方で暮らしているの。何か困ったことがあったらいつでも頼ってらっしゃいな。うん、ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけど、この街並みじゃ浮いてるよな。さてと、そろそろ時間だ。特務支援課、警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よしよし、初出勤と行きますか。クロスベル警察、前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。いや、今日からここで働かせてもらうことになった
ロイド・バニングスと言います。どうかよろしくお願いします。あ、そうだったんですか。嬉しいです。一緒に働くお仲間が増えて。あれ、でもおかしいですね。今日新人の方が来るっていう連絡は受けていないんですけど。その警察本部じゃなくて警備隊の方ではないですよね。いえ、警察本部で間違いないと思います。一応警察学校の方で捜査官の資格をもらいましたし。え、捜査官試験に合格されているんですか。すごいですね。新人の方では珍しいですよ。いや、運が良かっただけですよ。それに今回試験を受けたのは自分だけだったみたいだし。またまた謙遜しないでくださいよ。でもおかしいですね。だったらこちらにも連絡が来てるはずですけど。あの、どちらの部署に配属される予定なんですか。はあ、それが特務支援課っていう部署らしいんですけど。特務支援課？そんな部署ありましたっけ。あの、ないんですか。ちょっと待ってください。どこかでその名前を聞いたことがあるような、ないような。ああ来やがったか。あ、セルゲイ警部。フラン、こいつは俺が引き取ろう。うちの新人なんでな。あ、なるほど。警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちに亡くなってるかもしれんがな。特務支援課課長、セルゲイ・ローだ。うん、お前がロイドか。あ、はい、ロイド・バニングスです。クロスベル警察、特務支援課への着任を報告させて。ああ、それはまだいい。着任報告をするのはまだ早いと言っている。ついてこい。他の連中を紹介しよう。え？あ、その、頑張ってくださいね。いろいろ大変だとは思いますけど、ガッツがあれば大丈夫ですよ。はあ、激しく不安だ。おっと、おいでなすったようだな。はあ、待たせたな。こいつが最後のメンバーだ。おい、自己紹介。はい。あれ、先輩にしては顔ぶれが。同じ新人？あ、いや、それにしたって若すぎる子もいるような。おい、どうした。名前と出身だけでいい。すみません。ロイド・バニングス、ここクロスベル市の出身です。しばらくの間外国で暮らしていたんですけど、この度警察に入るにあたり戻ってくることになりました。これからよろしくお願いします。
おお、真面目だね。俺はランディ、ランディ・オルランドだ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌の鑑賞ってところだ。あとでお前さんには俺の秘蔵コレクションからとっておきを貸してやるよ。はじめまして、エリー・マクダエルです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。ああ、ディオ・プラト、レマン自治州から来ました。よろしく。よろしく。セルゲイ課長。ん？なんだ？特務支援課というのは一体どういう場所なんですか？その自分も含めて随分若い顔ぶれのような。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく期待のルーキーばっかりだ。気楽でいいだろう。はあ、いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいないってのはありがたいね。はあ、なんだこの状況。なんだか無性に不安になってきたぞ。こちらセルゲイ。おお、ご苦労さん。あれは携帯用の通信端末。そんなものまで実用化されているのか。ああ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べルーキーども。この特務支援課がどんな仕事をするのか、これから素敵な場所でじっくりと体験させてやろう。駅前通りの外れ、一体何があるのかしら。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろとか言うんじゃないだろうな。ここから先はクロスベル市の地下に広がるジオフロント区画になる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おいおい、どういうことっすか。お前たちの総合能力および実践テストのためだ。ジオフロント内部はそれほど手強くはないが、魔獣の類が徘徊している。それらを掃討しながら一番奥まで行ってもらおう。なるほど。実践テストか。ま、それなら気が楽かね。ちょっと待ってください。テストはともかく、どうして魔獣の徘徊する場所にわざわざ入る必要があるんですか。警備隊じゃあるまいし、捜査官の仕事じゃないですよね。確かに普通は捜査官の仕事じゃないだろう。だが特務支援課に所属するメンバーは話が別だ。え？詳しい説明は後だ。まずはこいつを受け取れ。あ、これは新型の戦術オーブメント。へえ、ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、通称エニグマ。ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方から先日届いたばかりの新品だ。お前たちの適性に合わせてすでに調整もされている。使い方はティオ、お前がレクチャーしてやれ。
面倒だけど了解です。新型用のクォーツはありますか？ねえ、少ないが受け取れ。それと肝心のこいつだ。それじゃあ一通り魔獣を相当したら本部に戻ってこい。細かい話はその後してやろう。おっと、ついでにこいつも渡しておくぞ。それドロイド、とりあえずお前リーダーな。え、今のところ捜査官としての正式な資格を持っているのはお前だけなんだよ。そんじゃ任せたぞ。押し付けられちまったな。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、よろしくお願いしますね。ああ、いや、呼び捨てでいいよ。見たところ、年も近いみたいだし。そう？ちなみに私は18だけど。なあ、それなら同い年だ。あなたたちは？俺は21だが、堅苦しいからタメ口でいいぜ。よろしくな、ロイド、エリー。ええ、こちらこそ。ああ、よろしく頼むよ。それで、君の方は？14ですが、問題が？いや、別に問題があるわけじゃ。って、14歳！なんだ、見た通りの年ってわけか。驚いた。そんな若くて警察に入れるものなのね。いやいや、どう考えてもおかしいから。確か一般の警察官でも16歳以上だったはずだし、日曜学校も卒業していない子がどうして警察なんかに。正確に言うと、私は警察官ではないです。エプスタイン財団から出向したテスト要員ですので。エプスタインって、いや、さっきの戦術オーブメントの。そう、なるほどね。ここ数年、クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど。動力ネットワーク計画ですね。そちらにも少しは関わっていますが、私の出向目的は別にあります。それは機械仕掛けの杖。オーバルスタッフと言います。この新武装の実践テストのため、私は財団から出向しました。ロイドさん、ご理解いただけましたか？ちょっと待ってくれ。もしかしてその杖を使って君も戦うのか？捜査官の資格があるのに随分察しが悪いんですね。実践テストのために出向したと言いましたが。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのがどれだけ危険かは知らないが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミッションをクリアすることを考えようや。そうね、納得できないことも多いけど。わかった。すまないティオ、気分を悪くしたら謝るよ。別に。
あなたの反応は常識的だとは思いますから。ところで私の武装はこのオーバルスタッフですが、皆さんの武装は何ですか？ああ、それじゃ俺の獲物はこれだよ。それは警棒の一種、トンファーか。東方で使われる武具だな。殺傷力よりも防御と制圧力に優れているらしいが。なるほど、警察官らしい装備ね。いろいろ試してみたんだけど、これが一番しっくりきてね。で、エリーとランディの獲物は？私はこれね、動力銃。少し古いタイプですね。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。お、自信満々だね。そんじゃ俺はこいつだ。それはずいぶん大きな武器だな。中世の騎士が使っていたハルバードみたいな形ね。財団の武器工房で見かけたことがあります。動力を衝撃力に変換するユニットがついていますね。ああ、スタンハルバードだ。ちょいと重くて扱いにくいが、一撃の威力はなかなかのもんだぜ。なるほど、ティオの杖がどういうものかはわからないけど、魔獣との戦闘になったらバランスよく戦えそうだな。確かに。まあそのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれんな。あのおっさん、とぼけた顔して結構したたかそうだったし。そうですね、私のオーバルスタッフの性能はおいおい説明するとして、先ほど支給された戦術オーブメントの性能を説明しますか？ああ、よろしく頼むよ。了解しました。一般的にオーブメントというのは、動力エネルギーを利用して様々な現象を起こす機械のことです。照明や冷暖房などの日用品から、車や鉄道の動力にもオーブメントの力が使われていますね。戦術オーブメントとは、これを個人の戦闘用に特化させた小型の携帯動力機を指します。今回支給されたのはエプスタイン財団で開発されたその最新型です。従来のものと同じくクォーツと呼ばれる結晶回路をセットすることで作動します。クォーツ、セプチウムのかけらから作られるオーブメント用の回路のことね。さっき課長にいくつか渡されたけど。ええ、それを戦術オーブメントの開封されているスロットにはめ込むことで効力を発揮します。そしてクォーツをセットしたラインの属性値が一定に達するとオーバルアーツの使用が可能になるんです。魔獣の種類によっては武器による直接攻撃よりもアーツの方が有効なこともあるんだ。だから魔獣との戦闘に入る前にきちんと用意しておかないといけないのさ。なるほど、魔獣と戦うためのとても重要な要素というわけね。遊撃士協会や警備隊でも採用されてるくらいだしな。そう思って間違いないと思うぜ。あとは戦術オーブメントは個人の特性に合わせて調整されているので、持ち主によって構造が異なるんです。人によって属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うはずです。まあどこが違うのかは後で見比べていただければわかるかと。オーバルアーツの詳しい使い方は実践で覚えた方がいいでしょうし。おかげでよくわかったわ。ありがとう、ティオちゃん。どういたしまして。てか新型って言っても昔のと使い方はあまり変わらねえみたいだな。ええ、旧タイプの使用経験があれば
今まで通りの感覚で扱えるはずです。どちらかというと今回のバージョンアップは別機能の追加が主ですし。別機能って？まあ現時点では関係ないのであまりお気になさらず、それよりも今は任務の遂行を優先しましょう。ああそうだな。とりあえずジオフロントに入る前に戦術オーブメントの準備をしておこう。課長に渡されたクォーツをセットして、それから中に入るとしようか。ええ、そうね。んじゃとっとと支度するとしますか。ここがジオフロント。話には聞いていたけど、こんな場所が都市の地下に広がっていたなんて。おお、たまげたな。中世の地下水道あたりが残っている場所かと思ったが。データベースの記録によると、20年前の都市計画と同時に建造が開始された場所らしいです。上水道、下水道、ゴミ処理施設に加え、動力ケーブルや各種プラントなども後から増設されたようですね。いや、これは確かに予想外の場所だったかもしれない。しかしこの上は確か中央広場あたりになるんだよな。その下に魔獣が徘徊しているのか。普段は封鎖されているため都市に現れることはありませんが、たまに工事現場の作業員の方々が襲われて怪我をすることがあるようです。ですが現在警察の方では対処しきれていないみたいですね。そうか。そのための特務支援課ということかしら。ま、それならそれで分かりやすくていいけどな。状況は分かった。捜査官の役目かどうかはともかく、必要な仕事であるのは確かみたいだ。テストであるかどうかは別にして、きちんとやり遂げておこう。おーおー、真面目だね。でも確かにそうね。一つ一つ基本を確かめながら確実に進んでいきましょう。了解です。
来た。早速おいでなすったな。あれが魔獣。このメンバーでの初実戦だ。慎重に確実に仕掛けよう。よし、なんとか倒せたか。ま、そこまで手強い相手じゃなかったみたいだな。でもこれでお互いのスタイルもなんとなくつかめたわね。ティオちゃんのオーバルスタッフの性能はちょっと驚かされたけど。確かにあの杖から放たれたのはやっぱりアーツの類なのか。ええ、そうなりますね。通常のアーツと違って外す可能性はありますが、駆動時間なしに近距離のアーツを発動しているのと同じ効果です。うん、そうなるといろいろと戦術に幅が出そうだな。そのための新装備です。それと私がつけているこの強行ですが、オーバルスタッフと連動して一種の防御フィールドを展開する働きを持っています。見た目より打たれ強いので前に出ても問題はないかと。なるほど、まさに最先端の装備ね。ま、せいぜい頼りにさせてもらうとしようかね。でもな、女の子を矢面に立たせるのはちょっと。ジロリ。いえ、何でもありません。おっと、何やらぷよぷよしたのが嫌がるな。ああいう魔獣には武器での攻撃よりもオーバルアーツの方が有効だろう。みんな、通常攻撃だけじゃなくアーツも使って戦おう。ええ、そうね。了解です。そこです。敵接近、狙い撃つわ。任せてくれ。
任せろ。行きます。ドライブ開始。私の番ね。エニグマ駆動。よし、今度はクラフトを使って戦ってみよう。アーツと組み合わせれば戦術の幅がかなり広がるはずだ。ええ、やってみましょう。見せ場が来やがったな。俺様の必殺技で派手に決めてやるぜ。調子に乗って怪我しないようにね。かかってきやがれ。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。行くぜ。クライダー、行くぞ。私の番です。
き上がれってな。おっと、まだ嫌がったか。ちまちま戦うのも面倒になってきたな。なら、エスクラフトを使ってみようか。エスクラフトやエスブレイクを使えば、大抵の魔獣は一撃で倒せるはずだ。CP が100を超えると使える大技ですね。了解です。戦闘にも慣れてきましたし、使ってみましょう。私は回復系のエスクラフトを持っているから、危なくなったら声をかけてちょうだいね。そこです。さあ始めましょう。ああ、さてと。私の番ね。こんなところに地上に出るはしごが。上はマンホールのようですね。データベースには記載されていませんが。なんで開きっぱなしなんだ。さあ、管理している視聴者が閉め忘れたのかもしれないわね。後で連絡を入れておいた方がいいかも。そうだな。
了解、はい、任せてくれ。セイファー任せて。行くぜ。まあこんなもんかね。蹴りをつける。俺の番だな。やっと。任せて。そこ。さてと。俺の番だな。あ。お。私の番です。そこです。敵集団。バックを取られた。気をつけろ。了解です。俺の番だな。えいっと。任せて。そこ。さてと。あ。任せろ。あ。俺の番だな。よっ、いや。さてと、そこです。任せろ。おととい来やがるってな。さてと。あ。任せてくれ。よっは。私の番ね。なんとかなったわね。この声は子供の泣き声。おいおい、どういうことだよ。確かジオフロント内部は封鎖されてるんじゃないのか。私に言われても。あくまで公式的にそうなっているだけの話です。話は後だ。とにかく一刻も早く泣き声の主を探してみよう。
こんなところにいたのか。大丈夫かい？どこか怪我していないか？うわあ、あらら。安心した途端気が緩んじゃったのね。ロイド、私が代わるわ。ああ。よしよし、怖かったね。もう大丈夫だから、お姉さんたちがついてるからね。外にいた怖い魔獣はお姉さんたちが退治したわ。ここは暗くて狭いから一旦外に出ましょう。さあ、抱っこしてあげるからしっかりと捕まっていてね。大丈夫です。僕もう立てますから。そっか。男の子だもんね。名前はなんていうのかしら。アンリって言います。ふん、鮮やかなもんだね。それでアンリ君、どうしてこんな場所に？鍵がかかってたはずだけど、どこから入ってきたの？その僕たち中央広場の鐘のある場所で遊んでて、そこにあった蓋を開いたらはしごがあるのを見つけて、それで。なるほど、あのマンホールから入ってきちまったわけか。あの入り口はデータベースに追記する必要がありそうですね。ちょっと待った。僕たちっていうことは他の子も一緒に入ったのか？はい、友達の竜が一緒に冒険してみようって。でも途中で怖い魔獣に見つかって逃げてるうちにはぐれちゃって。そうだったの。ねえロイド、どうする？そうだな、時間がない。この子と一緒に奥まで行こう。いいんですか？その子を先に脱出させなくて。一旦二手に分かれて捜索を続けるって手もあるぜ。とにかく一刻を争う。いきなり戦力分散するのもあまり得策じゃないだろう。エリー、この子の守りを頼んでいいか？ええ、任せておいて。もし魔獣と戦闘になっても私がこの子に近づかせないわ。アンリ、これからお兄さんたちは君の友達を探しに行く。ここにいたら君も危ないから、できればついてきてほしいんだ。どうだい？僕デューのことが心配だし一緒に行きます。よし、いい子だ。護衛対象を守りながらの捜索だ。今まで以上に慎重に進んでいくことにしよう。ええ、了解です。そんじゃもう一人のワンパク小僧を探すとしますか。